前回までの夏色ハイスクール青春白書。転校初日の俺が幼馴染と再会したら報道部員にされていて、激写少年の日々はスクープ大連発で意外とモテモテなのに、なぜかマイメモリーはパンツ写真ばっかりという現実と向き合いながら考える人、夏の島の学園生活と赤裸々な恋の行方は、ある日夢が島高等学校に転校してきた主人公。そこで幼馴染の三日月メグと再会する。メグの紹介で報道部に入った主人公はスクープとパンツを追いかけていく。果たしてマイスターはヒロインの心を射止めて彼女持ちになることはできるのだろうか。今青春をかけた戦いが始まる。皆さんこんにちは、マイスターです。こんにちは、アシスタントのコウメです。今回も前回の続きをやっていくよ。前回はほとんどこのゲームの紹介でしたけどね、具体的には何をしていくんですか？具体的には前回の最後の方にもやったけど、大神弥生先輩のルートの続きだね。今回で最後まで行くよ。弥生先輩とのストーリーがどうなるかとても気になりますね。それじゃ早速プレイしていこう。今は何のイベントなんですか？今は報道部のみんなで肝試しをするってイベントだね。肝試しなんてもうカップルが生まれるためのイベントじゃないですか。ところでこれは弥生先輩ルートだけのイベントなんですか？この肝試しイベントは共通イベントだね。このイベントは報道部の合宿してるから夜に寄宿舎に行けば始まるよ。でも共通のイベントだったら相手のヒロインはどう決まるんですか？狙ってるヒロイン以外となっちゃったら悲惨でしかないですよ。肝試しに一緒に行くヒロインは基本的に好感度で決まるみたいだね。好感度が高い人が優先的に選ばれるみたい。ちなみに好感度に関しては1個20円のチョコをあげると上がっていくよ。随分安い女なんですね。さあ早速弥生先輩と夜の学校デートをしていこう。随分やる気ですね。弥生先輩の怖がる様子なんかが見れるかもしれないしね。というかこんな暗闇で男女が二人きりなんてもう8割付き合ってるよね。それなら何をしても許されるんじゃ。思考回路が完全に犯罪者のそれになってますよ。まあとりあえず普通に肝試しを楽しんでいきましょう。この肝試しでは夜の学校の中を散策して目的の位置まで行けば勝手にストーリーが進んでいくみたい。お化け屋敷みたいにびっくりさせる要素はあるんですか？いろいろなところに行って調べたわけじゃないけど、僕がやった限りではなかったね。ちなみに置いて行っても好感度の加工がなかったから、多分一人で先に行ってもいいんじゃないかな。ビビって先に行ったようにしか見えませんでしたけどね。さて肝試しも終盤だね。特にイチャラブイベントもなく淡々と進んできたよ。あとは帰るだけですね。なんだと、ここに来て腕組みなんて卑怯じゃないか。こんなことされちゃったら彼女いない歴イコール年齢のマイスターさんはすぐ落ちちゃいますね。コウメちゃんは僕のことをどれだけちょろい男だと思ってるんだよ。僕の長年の経験から言うと、弥生先輩は主人公のことをからかっているだけだ。そうに違いない。だいぶ負の経験をしてきたんですね。まあそういうところが弥生先輩の魅力でもあるんだけどね。絶対に騙されるやつじゃないですか。ところで話は変わるんだけど、夜の学校ってなんか不気味だよね。確かに変な逸話も怖い話もないのに、なんだか不気味な雰囲気ありますよね。でも私は少し怖いと同時になんだかテンション上がっちゃいますね。非日常感があるからなのかもしれないね。確かに少し悪いことしてる気がするのが逆にワクワクしてくるような感じがしますね。さて楽しい時間ももう終わりだね。楽しい時間は早く終わるというやつですね。他にも夏休みには色々なことがありました。弥生先輩と二人で海に行ったり。これはだいぶ親密度高まってきましたよ。二人で取材をして自転車に二人乗りしたり。青春の代名詞みたいな行為ですね。ちなみに自転車の二人乗りは道路交通法違反だから、良い子のみんなはやらないようにね。マッスルゲーミング派子供も見れる健全なチャンネルですから、そういう忠告は大事ですね。ちょっと非行に走ったりもしました。健全なチャンネルって言ったばかりなのに。夏休みに高校生が非行に走るのはよくあることだし、平気平気。捕まって更生するまでが高校生にありがちなんですか？さてこのゲームも終盤になってきたね。ここでこのゲームで一番重要なことをしていくよ。何をするんですか？俗に言う好感度調整だね。このゲームはみんなの好感度が高いと、どうやら個別ルートに行くことができないみたいなんだ。それはどうなんですかね。ここでは前の二人からは見えるところで伏せメーターが上がる前に立つことで完璧に好感度を落とすことができるよ。やってることはただの不審者ですけどね。どんな感じになったかな？いい感じに好感度が落ちてるね。
ちなみに好感度を落とす最適な方法はヒロインにぶつかっていくことだよ。好感度を下げる最適解があるとかもうわけがわかりませんね。この技はぶつかってるだけだからメーターが上がらないのもポイントだね。バレなきゃいい理論ですね。フリーモードでも弥生さんと遊んでみました。フリーモードは X 軸とか Y 軸とかでキャラクターの位置を調整するみたい。結構めんどくさいんですね。確かにめんどくさいけどその分やっぱり自由度があるんじゃないかな。ポーズの種類も結構あるんですね。数も多いのもそうなんだけど割と誰得なポーズもあるから色々な需要に応えてるんだなって思ったよ。他にもキャラクターも NPC の全員がいるみたいだし犬や猫もいて300種類以上のキャラクターをフリーモードでいじることができるんだ。NPC が全員使えるのはすごいですね。犬猫はいるのかわかりませんけど。弥生さん、いきなり埋まってどうしたんですか？海水浴ってモーションがデフォルトで地面に埋まるみたいですね。そんなバグマガイな遊びもしつつなんだかんだ最終日の文化祭まで来れました。最後のイベントですから楽しんでいきましょう。まあ僕の目標は弥生先輩のクラスの出し物のブルマ喫茶だけどね。ブルマ喫茶とはまたセンシティブな出し物してますね。今のご時世こんな出し物してたら各所からの苦情出ちゃいますよ。セロンと戦う出し物とは随分挑戦的だな。ちなみに弥生先輩の体操着姿が見れるのはここだけみたいだから弥生先輩推しの人は必見のイベントだね。まあ僕としては体操着フェチじゃないからメイド服とか露出度が高い服の方が嬉しかったかな。メイド喫茶ならありがちな出し物ですし露出度高すぎると動画にできないという事態が起こるので私はこれくらいでいい気がします。それに体操着ってなんだか知りませんけど少しエッチな感じもしますしね。コウメちゃんもなかなかな趣味を持ってるんだね。一般的にそう思う人が多いって話ですよ。ところで他のクラスはどんな出し物をしてるんですか？1年や2年の出し物はわからないけど3年生の出し物は全クラス喫茶店だったよ。同じ階で隣り合って喫茶店3店舗って激戦区じゃないですか。もう少しばらけさせるって考えはなかったのか。一応この文化祭する前に何の出し物するかとか話し合った気がするんだけどな。もし話し合ってこれなら運営は相当無能ですよ。弥生さんとの楽しい会話も終わったね。さてもう文化祭に用はないから帰ってねよ。弥生さんに会いに来ただけとか随分贅沢な時間の使い方ですね。よし最終日だ。攻略サイトも見たしきっと弥生先輩と付き合えるんだろうな。とあるイベントをやり損ねたせいで結構大事めのイベントいくつかできなくなっちゃってましたけどね。最後に先生に挨拶して思い出の学び屋を見ていこう。長かったような短かったような感じですね。それじゃ学校内を見て回ろう。全く思い出のない教室。果たして主人公に友達はいたのだろうか。この先生も初日くらいしか見てないけど主人公のことを覚えてくれていたんだろうか。半年後には完全に忘れられてるタイプの生徒ではありそうですね。マジで誰も見送りに来ないんだな。好感度下げる際にしてた迷惑行動やクエスト全然してこなかったせいで主人公の評価が全然上がらなかったのが原因みたいですね。ヒロインたちの好感度を上げるだけじゃないのがなかなか難しかったよ。他にも5つのイベントを飛ばしちゃうとそれ以降イベントを起こすことすらできなくなっちゃったからそれも痛かったかな。ミニマップもクエストマーカーも簡単に時間を確認できるものもないですからね。なるべくしてぼっちエンドになった気はするけどね。皆さんどうだったでしょうか。今回夏色ハイスクール青春白書最後までやっていきました。全体を通した感想としてはめちゃくちゃ難しいギャルゲーって感じでした。ただフリーモードとかは悪い使い方をすれば欲望を満たせるゲームなのかなと思います。というかそれが本来の使い方とまで言われています。ストーリーに関しては2周目はいいかなって感じです。長いのが結構きつかった。ただクソというほどクソではないので興味が出た方はぜひ買ってみてください。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、Twitter のフォローよろしくお願いします。ではまた次回の動画で会いましょう。